ご紹介ありがとうございました。私どもは、NBDC の統合化推進プログラムの中で、ゲノム情報を有効利用するためのトランスレーショナルバイオマティクスリソースとしてテグメディカスというものの開発を行っております。これまで3年間の中ではですね、研究者コミュニティと社会との架け橋という観点からですね、この特にこの医薬品の添付文書というものを、この結局のディジーズドラッグというデータベースと統合する形で、研究者コミュニティと社会との架け橋というものを作るということに観点に、焦点を当てて開発を行いました。でこれからの現在のこの第2期にはですね、研究者からのトランスレーションの研究を支援するというところに焦点を当てた開発を進めて行っております。ただ、こちらの部分ですね、一般の人からの利用というのは、これこの利用統計を見てもですね、これは非常に数が多くまた増え続ける傾向がありますので、こちらももちろんサポートは続けていきますけれども、あくまでもメインはこの研究者コミュニティからのトランスレーショナル研究をサポートする観点で開発を行っています。でこの研究の目標を狙いということはですね、ここに書いておりますけれども、ゲノムとフェノタイプとの関連、特に疾患との関連を理解するために、個々の遺伝子だけではなく複数の遺伝子から構成された機能モジュール、さらには遺伝子タンパク質環境因子、医薬品等から構成された相互作用ユニットというものに関する知識をデータベース化するということに焦点を当てております。で私はどうも、その結局全体のデータベースの中ではですね、このゲノムの情報から、こう遺伝子アノテーションとかを行って、そのこの結局パスウェイといったのデータベースを通してゲノムにコードされた工事の生命機能を解釈するという、そういう研究支援を行ってきているわけですが、このケグメディカスというものは、ここに相当するんですけれども、この用法を実用化ということを支援するところに使っていこうと。でもう少し具体的なイメージがここ1、2とあるんですけれども、病原体ゲノムシークエンスというのは今後非常に多く行われていくと思われますけれども、そこの中からこの薬例えばですけれども、薬剤耐性のシグネチャーモジュールというものを我々が開発して、でこれをその、どういうこの新たな今のこの感染症の流行というのはどういう薬剤耐性を持ったものがその原因になっているかということで感染症対策に使っていく、あるいは、この個人ゲノムの情報ですね。でこちらもアノテーションよりもむしろこの変異とか多形というのを今後、盛んに行われると思うんですが、こういうものを活用するために、この薬剤応答の相互作用ユニットというものを我々が開発して、それをその、広い意味のっていうのをまた後でご説明しますけれども、個別化医療に使っていくというような、こういう流れを考えています。で今日はこの2つが概略をお話しします。で詳しい内容はこれポスターでも2つ出しておりますので、そちらの方もぜひご覧いただけたらと思います。で基本的な考え方なんですけれども、まず第一にですね、その、知識ベースを作ると言ってるんですが、その限られた実験データはその非常に限られているわけです。でその限られた実験データから得られる知識を、どのように一般化してより多くのデータに適用するかっていう観点がまずあります。でそれについては、ここに、クラスとかインスタンスということを作ってるんですけれども、これまで遺伝子の世界では、その実験的に分かった遺伝子の、情報をいかに広げるかという時に、この結局オーソロジーというグルーピングがあるんですが、そういうグループを作ってやって、これはかなり配列ベースにやるわけですけれども、それについては同じ機能を持ったグループであるという、そういう定義をする。でそれと同じようなことはこの反応にもやってるんですが、今回の開発では医薬品について、特にこの医薬品のネットワークの中で同じような働きをするグループというものを医薬品グループ、結局 D グループ、DG というもので定義するというのがまず第一です。でもう一つはこのネットワークのでの分子機能ということで、まずもともとこういうその、機能とかその法則とかそういう概念というのはネットワークベース、あるいはコンテキストディペンデントな概念なんですけれども、さらにそういうものが集まった機能単位というものを考えると。
例えば遺伝子が複数個で一つのコンプレックスを作ったり、ある一つのパスウェイを作ったりというような、まあ、そういう単位を考えているわけですけれども、まあ、それをというのあの遺伝子だけではなくって他のケミカルなものとかも含めた形で定義するのがこの相互作用ユニットということになります。で、もう少しちょっとあの考え方の背景をもう少し詳しくご説明しますけれども、まずこの言語オソロジーっていうこの今のもうすでにお話ししたんですけれども、概念はその分子間相互作用ネットワークのノードとして同一機能を反映したオソログループと、まあ、コンテキストディペンデントなオソログループと、機能のオソログループと、でそれはその、もう同時にその配列グループでもあるということが条件で、これはそれはなぜかというと、当然その新しい NGS とかで決まったデータをいかに解釈するかというところでその配列ベースで行いますので、これはすでに配列あの同時に配列のグループとしても定義しているというわけですね。で、ここは2番目に書いてあるのはこれ最近やってることですけれども、その、一つのそのグループの中に、まあ、どういうその実験的に分かったデータがあって、でそれがどういうふうに広がったのかっていうことが明らかになるようなことをやっているというわけですね。で、まあ、こういうものを使う、まあ、これであの内部的なアノテーションをやってきてたわけですが、まあ、最近このブラストコラボというその外部サービスも始めておりまして、今回のこの開発の中でもですね、これの結果をさらに解釈するときにその、まあ、配列からこれを通して、まあ、次のその機能モジュールを解釈するというところです、流れを作っていきたいと思っています。でこれもちょっとすでにあの簡単に申し上げましたけども、この結球モジュールというのは何かというと、これはまあこちらは遺伝子セットで、こちらは遺伝子だけじゃなくて他 の, あの遺伝子タンパク質だけじゃなくてケミカルな物質、化合物だとか糖素だとか医薬品とかも含めたユニットという、まあ、広い意味ですね、まあ、こちらはもちろん相互作用ユニットなんですが、こちらはもっと広い意味ですね。でここに一つ例が書いてあるのは、これはあの薬剤耐性のモジュールなんですけど、メチシリンレジスタンスということで、この K というのはこれ遺伝子だと思っていただくと、まあ、3つの遺伝子からなった構成された、まあ、この M 番号で定義されているのがこの、もう一つのモジュールなわけです。でそれに対してこちらの相互作用ユニットとしては、この D 番号で書いてあるのはこれ薬剤、これ遺伝子、でこちらはもう一つ別の遺伝子グループですね。で、まあ、この辺の意味合いをちょっと説明しだすと長くなってしまうんですけども、そのこれは例えばあのアゾール系 の, あの医薬品と の, その相互作用、これは CYP、まあ、をあのインヒビットするということがありますので、そのサブステレートになるようなものに薬とは当然相互作用があるという、まあ、そういうことを表現しているんですね。でからワルファリンのこれはターゲットと代謝酵素の関係で、ここはあのスタチン類と、それから、まあ、当然コレステロールを下げる薬ですね、コレステロールと、それからそういうものにこの LDL リセプターのミューテーションを持った病気があるんですけど、まあ、そういうそのことがその個人ゲノムの中にあれば、こういうものが一つの単位として考える必要があるという、まあ、そういうことを意味しているわけなんです。で、2つのお話の中で、まずその薬剤耐性のシグネチャーモジュールです。で、まあ、ここは特にベータラクタン系のことの例を挙げていますけれども、薬剤耐性はまあいろんな分子メカニズムがあるわけですが、まあ、一つは薬剤の標的分子の変化と、これはそのこのベータラクタンの場合ペニシリンバインディングプロテインにあのミューテーションが起こったり、あるいは それを避けるような別のタンパクができたりというようなタイプがありますし、薬剤の不活性化というのはこれベータラクタマンセという酵素でその薬を分解してしまうとかですね、あるいはあのこれネガティブアグラムネガティブ陰性菌の場合はその外膜がありますので、その外膜の透過性を下げたり、それから薬剤の排出をするポンプをエンコードしたりとかですね、まあ、そういうことがあると。でこういう分子機能に対して、まあ、大きく2つのタイプがあるんですが、あの、まあ、ミューテーション系のこれプロテインペンシリンバインディングプロテインとかこれアウターメンバープロテインのその多系ですが、こちらの方は遺伝子セットと書いてありまして、でこれがその、例えばプラスミッドとかそういうものでこう動き回って、薬剤耐性、例えば MRSA といったようなメチシリン耐性 の, あの院内感染が起こるというようなことがあるわけですね。でこういうものをその、まあ、あのモジュールとして定義すると。
で従来のモジュールっていうのはこの遺伝子があるかないかだけだったんですが、で今回はさらにこういうその多形情報までも含めたような形で考えております。でこういうものをまあ一般化するためにそのまあこのドラッググループというのが必要になるんですけども、またそれもまた今お話しいたします。でこれはちょっとご参考までにそのケグのパスウェイのマップの上にこのベータラクタムのマップがあるんですが、まあ、この中でその今の、この辺はペンシーバインディングプロテインの多形、ここはアウターメンブレインプロテインで、ここが先ほどあのちょっとモジュールの例としてお見せしたメチリン体数のモジュールなんですけれども、まあ、これで転写因子とかが関係して最終的にこの MECA というのが、鼓膜の上で発現して、まあ、これがその、細胞壁の、ペプチドグリカンの合成に関与するタンパクですけれども、これがそのペンシンベータラクタム、の影響を受けないで鼓膜の合成をやれるもので、まあ、こういうものが結構動き回ってその院内感染とかいうことが起こっているということですね。でこちらの排出の方です。で、まあ、こういうものを定義すると同時に、まあ、これがいかに、これまず実験的に定義する実験事実から定義するわけですけど、それが どの程度 の他の生物だったり他の薬剤だったりに広げることができるかっていうところで、その先ほどお話したそのグループ、オーソログ的なグループの考え方があるわけです。で、まあ、一つだけ例を示しますと、この、メチリンレジスタンスについて定義したものをですね、まあ、こういう結果タクソノミーチェッカーというのがあるんですが、まあ、どの生物に、このモジュールが存在するか、今ある結局に3000いくつの生物種があるんですが、その中のどれにヒットするかということを調べると、まあ、このスタフィロ黄色ブドウ球菌とか、ちょっとそれともう一つこのマクロコッカスというのがこれを持っているということが分かる。でさらにあの、これらのポスターでぜひご覧いただきたいんですけれども、あの3つ、これは3つの要素からなっているわけですが、3つが全部揃っていなくても揃っているのがこのちょっと青いものなんですが、その中で1個かけてるとか2個かけてるとか、いうもの A だけであの実はあの薬剤耐性が出るんですけども、まあ、それがその院内感染とその市中感染型のコミュニティアクワイアだと違いにもなっているというようなことが分かってきます。で、こういうデータはですね、あの、まあ、もちろん結局のモジュールのデータベースも入るんですが、今回の場合はこういうあの、その多形とか変異とかそういうあのプラスアルファの情報がありまして、まあ、そういうものを含めてこの結局ディジーズのデータベースの中に表記していくことにしています。でもう一つの例って、この薬剤応答の相互作用ユニットと。で、これにつきましては、そのまあゲノムバイオマーカーですね、まあ、ファーマコ、まあ、正確に言うとファーマコゲノミックなバイオマーカーということ、ものが、あのまあ、個人のゲノムの情報から、どういう薬がいいとか悪いとかいう判断ができる、あのまあ、そういうバイオマーカーというのは、すでにたくさん出てきているわけですが、まあ、これを大きく二つに分けて考えています。でこっち一つはコンパニオン診断、もう一つは遺伝子多形変異と、薬剤応答ということ でこちらの方は、まあ、あの例えばゴザープリというこれ肺がんの、治療薬ですけど、まあ、これについてはこういう EML4LK の融合遺伝子があるかないかというで、こういうタイプでなければ、まあ、この薬は有効でないので、必ずこれを診断調べるわけですね。それが、まあ、コンパニオン診断ということで、まあ、これはもう必ずそのお医者さんのところで医療のプロフェッショナルがやる話で、まあ、すでに実用化されている部分ですね。でそれに対してこの下の方はこれはまあ必ずしもあまりまだ ただワルファについてはこ あのターゲットと代謝酵素の多形どういう多形があればその最初の初期投与量はこのぐらいだっていうことは、まあ、アメリカの伝聞書とかには書いてあるんですけど、まあ、そういうものが今後増えていくと思われますけど、まだこの辺の情報は一般社会でよく使われているというわけではありません。ただあのこれは当然その将来的に意味のある話なので、この辺りにあの着目してですね、我々はここの部分でその相互作用ユニットというものを定義思考していこうと。で添付文書に記載されているものはあのもちろん入れますけれども、それでないものですね、論文で報告されているので、このゲムスタビンっていうのはあのこれもポスターであの例を挙げておりますので、まあ、こういう、あのこれも公衆薬ですけど、こういう、多形情報との関連を
まあ、そういう知識を蓄積していこうとしています。でこれをあの先ほどの生物種をあの拡張するときはこの草原タクソノミーの情報でこの生物種を広げていくわけですが、医薬品の方で広げるためにはこのドラッググループという概念でやっていっておりまして、例えばワルファリンについても日本とアメリカで実はこれナトリウムかカリウムかでちょっとした違いがあるんですけど、こういうものをまとめると。でさらに、もっと上のグループとしてそのクマリン系の抗凝固薬だとかですね、いう概念もあるわけですね。でこういうものはすでに実はこういうその相互作用をチェックするプログラム、これ第一期で開発したものがありまして、この中ではこういう情報を使われているんですが、これは今までは内部のデータだったんですけど、これを公開できる形にこのドラッググループとして定義したいとして公開していく予定です。で、それから先ほどのゲムスタブインの場合もですから、このスライドで言いたいことは、こういう医薬品グループというのは階層的に定義していっていると。小さいグループもあれば大きいグループもあると。でそれはそれぞれどういう相互作用を考えているかによって、どこのレベルで考えるべきかということがあるわけですね。で、こういう階層を作っていこうとしています。でこういうもの、でこれちょっと先ほど最初にもお見せしたスライドですけれども、どういうことをどういうふうな使われ方を利用活用を想定しているかということをもう一度お話します。で一番上についてはこれはもうすでに開発済みなんですが、この相互薬の相互作用情報がありますので、薬の自分例えば自分が飲んでいる薬のリストを入れてやると、でそのどれどれがその栄養禁忌だったり栄養注意だったりということが分かるというの、そういうことをすでに公開しておりますが、こちらの今回この2つを作って大きくこういう2つのタイプのデータを知識を集めておりまして、でこれをその、病原体ゲノムから病原性薬剤耐性についてとかですね、個人ゲノムから広い意味のといったには先ほどの普通個別化医療でいうとこのコンパニオン診断をやってこういう薬を適用するのは普通の個別化医療ですけど、広い意味といった意味にはそのもっとその代謝酵素の多形とかですね、そういうものを考えるという意味で広いという言葉で言っております。で最後にちょっと一言これは直接は私がもうだけがやっているプロジェクトだけの問題ではないんですけれども、この機能情報のデータベース化ということで実験的に得られた遺伝子タンパク質の機能情報がどの程度データベース化されているのかと。で、ユニプロットの中で手作業でマニュアルに作られたとされるスイスプロットなんていうのがありますけれども、これインプロットはどんどん大きくなっているんですけれども、かなりコンピュテーショナルになってきているところがあって、実はちょっとここに書いてあるようなどの程度データベースがちょっと私は個人的に疑問を持っているところがあるんですが、こういうものをですね私どもとしてはこの PO という形で実験データを入れていきたいと思ってまして、でそういうものをぜひ皆さんもの知識もですね、ぜひうまく活用させていただけたらと思っておりまして、このフィードバックシステムなんですが、そこに、こういうふうに機能情報を入れるような入力インターフェースを作りましたので、ぜひこういうデータも教えていただけたらと思っております。以上です。ありがとうございます。